リーダー、あなたは誰だ。はい、こんにちは。嘘。もちろんこの方、塩田玲子さんです。こんにちは。塩田さん、やってきました。なんかメッセージ VTR があるから、その時だけは開け開けって言われたんですよ。そうそうそう、パフォーマンスのためにです。ここに出てくるためにですか。そうだったんだ。はい、なんだよあの打ち合わせ、ずっと俺たちを騙すためだけの打ち合わせか。ほぼほぼそのための打ち合わせ。じゃあ僕は大好きな塩田さんもうんこで待たせたんですか。もううんこって言っちゃった。正直に弱んでいいです。うんこです。もういいです。うんこだろうなと思ってました。途中なんかまた待ち入ったでしょ。はい、待ってました。そうでしょう、はい、あれ僕のうんこですよ。やめなさい。うんこ言わないでください。一度でいいから普通の塩田さんに会いたい。そうそうそうこの姿でしか会ってないから。そうです、ね、なんかちょっとね、なんか 2,3 割減なんですよ。減なんですよ。じゃあそれじゃあね、あの皆さん、あのもう一度この横一列にお戻りいただいて、週一とかの塩田さんに会いたいんです。そうですよね。毎回このなんか塩田さん、すっかりスパイダーの格好が普通になってきちゃいます。気合いすごかったですね。いやもうなんせ、うん、まあ、そもそも、ね、人前で歌うっていうことをこの人生の中でやったことがなかったですし、でシーズン1見ていたらもう本当に素晴らしいじゃないですか、パフォーマンス皆さんの、はい、でもなんかやばいぞっていうもうプレッシャーで、まあ、とりあえず普通に歌えるようにって思って、すごい何度も何度も通わせていただいて教えてもらいました。ありがとうございます。大泉さん、もっと聞きたかったですよね。いや聞きたかったです。塩田さんだって分かって聞きたかったですね。ありがとうございます。密かに楽しみたかった、ね、そうです。知った時にもう終わっちゃったからね。そうですね。すごい楽しかったです、ね、でも今日またほらこうやって聞けたからいいじゃないですか。そうですね。でもね、はい、それも言っといていただかないとやっぱりね、何言うか私分かんないから。もうだって今日は全員で大泉さんをどこまで騙すかっていう、そうなんですね、とこにかけてますから。ダメなんですよ、私を騙しちゃダメですって本当。